はい、よろしくお願いします。失礼します。で、まずですね、うん、ちょっとこんなことをやってみました、はい、事前に募集していた、うん、マキラ・ヌルキさんの人気曲投票ランキング、これマッキートップ10。本当ですか。これちょっと気になりませんか。気になりますよ。ねえ、ご自身としても。うん、なんか、はい、うちから、ブップレベルからまだ、うん、そういうベスト出したことないんで。ああ、そうかそうかそう、そうですね。参考にさせてもらいたいね。じゃあ、参考になるかどうか、チェックしてみましょうか。はい、まずは10位から6位までをカウントダウン。マッキートップ10。もう雨が止みますように。Number 10, 2つの願い。 Number 9, Number 9, 雪に願いを。 Number 8, Number 8, Green Days. Number 7.Number 7, 四つ葉のクローバー Number 6 Number 6, 北風、君に届きますように。さあ、というわけで、うん、10位から6位まで。いや、なかなか皆さんいいセレクションじゃないですか、うん、ね。今聞きながら、あ、そうなんだなんていうリアクションもしてましたけど、そう、意外に10位の2つの願いなんだ、もうすっかり忘れ去られてる曲だと思ってたんで。1994年5月にリリースされた11枚目のシングル、うん、あららら、ら、嬉しいっす ね入ってますよ。この曲はね、はい、時間がなくてね、おうおうおう、実家で作ったって。実家で作ったの。そう、大阪に戻ってる間にちょっと、もう本当間に合わないんで、実家のこうシンセサイザー1個だけ置いてあって、それで打ち込んだっていう懐かしい思いがあります。ああ、そう。この曲の歌詞の中で、雨がこう降ってて、雨粒があって、その赤い信号機がルビーに、表現とかすごい。誰そんなの書いたの。目の前に、目の前にいる。いや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 、もうすごい僕。あ、嬉しい。覚えてますね。いや、なんか今自分でも忘れてたのに。いや、すげえ嬉しい。ありがとうございます。なかなかいいな。2つの願い、はい、それから雪に願いを、うん、ね、なんかこういうのはやっぱ季節柄ですかね。うん、あ、そうかもしれないですね、うんうん、クリスマス近いし、盛り上がってるんですか、名古屋。名古屋綺麗だね。名古屋、そう、ちょうどイルミネーションもね。そうそう、東京ダメよ、はい、あ、そうなんですか。東京なんとなく盛り下がり気味。あ、そうなの。うん、なんか全然クリスマスなんかいつ来んのみたいな感じですよ。あ、そう、名古屋に来てやっと、あ、なんかクリスマスじゃん、あ、近いわみたいな。はい、あ、そうです、思いました。でね、うん、今日これで投票してくださった方々ですね、はい、いろいろ来てるんですけど、ありがとうございます。四つ葉のクローバー、これはもうね、新作からも入っている、うん、ものですけれども、ゴーイングマイホーム、はい、ゴマホって言うんだよみんな。ゴマホ、あれ失礼だよね。略して本当に、まあ、何でもないで略されますけれども、スマホじゃないんだよ。久美、ね、さんからもやっぱりこの歌詞聞けば聞くほど心に響きます、ね、あ、嬉しい、ありがとうございます。それから6位の北風、君に届きますね、もね、うん、これはもう92年ですからね、いにしえの、まだ恐竜が歩いてた頃の。恐竜ってはなんないけど。うん、うん、嬉しいです。でもこの曲もやっぱりすごくラジオにリクエストが届く一曲ですね。ああ、これも季節的なもんなんですかね。なんか僕思うんですけど、牧野、うん、さんの曲って結構冬をテーマにしたやつって結構多いと思うでしょ。うんうん。そうでもないね。あ、そうなの？これね、実は、うん、ついこの間、はい、某レコード会社から出ました。はい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 、秋歌、冬歌。はい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 。秋歌、冬歌、一郎太。秋歌、冬歌、一郎太。一郎太。ありますけど。はい、あれなんかも、うん、結局、足んなくて、多分、猛恋入ってるよね。そうなんですか。実は僕、そんなに冬の歌ないんです。あら、うん。なんだろう、イメージなのかな。あ、ね。リリースする時期が冬が多いから。ああ、そういう。そうなの。ことなんだけど、
意外と冬に出すんで、割と先のこと考えて、曲を出すんで、割とこうなんかね、意外と夏の歌とかの方が多かったですね。なるほど。そうなんですね。でも嬉しいですね。なんかもう、広瀬香美か牧原のリストぐらいの。もう言うと言えばみたいな。この間本人確認取ってたんですけど、まあ、じゃあまあ、広瀬香美か牧原のリストでいいって言ったら、いいって言ってましたね。そう。じゃあちょっとあのね、この10位から6位の中で1曲お届けしようと思いますけれども、この曲もね、先ほどもね、ゴマホなんていう話も、あ、ゴマホは四つ丸クローバーだ。あの、グリーンデイズ。これね。はいはいはい。そう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 。ちょうどこのドラマの人たちの前のドラマだね。やっぱお世話になったドラマの主題歌ですね。これも人気のある。本当ですか？一曲ですね。じゃあ、マッキートップ10、8位に入っております。この曲いきましょう。マキラの歴、グリーンデイズ。グリーンデイズは8位に、ね、入っておりましたけどね。いや、ありがとうございます。ね、超嬉しいです。ね、割と最近の曲なんで。そうですね。2007年にリリースになっている38枚目の、シングルですけれども。どんだけ出してるんだろう。すごいですね。ねえ。さあ、この後じゃあトップ5を見ていきたいと思いますが、一体どんな曲に人気が集まっているんでしょうか。Number 5、僕が一番欲しかったもの。Number 4、世界に一つだけの花。Number 3、冬が始まるよ。 Number 2、 もう恋なんてしない。 Number 1、 どんな時も。はい、ねえ、うわ、いやさ、すごい、はい、もう恋なんてしないって本当にムカつく、ムカつくんだ、うん、はい、なんでですか。いや、この曲はね、やっぱり今パッとかかってさ、はい、キャッチーだね。キャッチーですよ。無理無理、今もうかけないあんなの。やっぱりその時のなんかだね、あったんですかね。さようならとだってもうなんかさようならだよ、うん、ねえ、ひどいよ。しかもその今までやっぱなかった感じのテーマっていうか、そうだね、もう声は しないまではあったんだけ だけど言わないよ絶対ですからね。、恋愛好きみたいなね。いや、これはだからやっぱ僕も当時聞いた時に本当ですか、思いましたね。ありがとうございます。なんかあの牧原さんのマッキーの曲は、うん、あの、まあ、さっきね、あの世界に一つだけの花がこう 入ってましたけども、一人歩きとちょっとね、うん、おっしゃってたじゃないですか。この曲はもう一人歩きしてね、でなんかそういう曲すごく多くて、うんうん、確かに、おかげさまで、もう聴いてる完全に僕らのものになっちゃうっていうか、そう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 、うん、人生の BGM になってるんですよ。いやいや嬉しい。だからそうなってもらうのが一番理想ですよね。もうなんか牧原何がしゆきでも何でもいいわけで、うんうん、あのこれは僕の歌ってなってくれると、本当に作り手の妙につける。まあいつまでもこう嫁に行かない娘を持っているよりも。ちゃんともう嫁に行っちゃってもう幸せに暮らしてますみたいな。っていうお便りがこう来るぐらいのがいいでしょ、やっぱり。いや、今日もだから、あの、マッキーデーでこうメッセージたくさんもらってると、その初めて聞いた時とか、この曲を教えてもらった人とか、そういうのをすごいみんな覚えてる。本当ですか。感じがしますね。ありがたい。じゃあみんなと一緒にいるんだね。ねえ。メッセージもいろいろと、皆さんの思い出が来てますが、5位の僕が一番欲しかったもの。これね、強いんだよね。これイヤホンで聞くとどうあがいても涙が出てきますってメッセージが。どうあがいても西区の方から届いてますけれどもね。嬉しい、ありがとうございます。それからこのね、同じ僕が一番欲しかったものだと、アイスさん、これ女性からが結構多いんですけども、この曲が大好きです。人聞き惚れしました。人聞き惚れ嬉しいね。マッキーは天才だなといつも思ってます。いやいや、そんなことないんですよ、本当に。それから世界に一つだけの花もね、これも
もう自分にとって大事な曲です。あ、嬉しいな、メッセージが届いておりますけれども。いやなんかありがたい、本当に。うん。もこれもどんな時もナンバーワン。ね。なってます。うん。最近、キャラメルバージョンって言って作り直したの。ほうほう。で、まあいろんなどんな時も作ったんですよ。はい。で、一時ちょっと自爆というか、ほうほう、もう歌いすぎたというか、この就職先生異常なしの頃のミックスの癖があって、はい、この頃っていうのは絶対シングルとして派手にいかなくちゃいけないっていうのがあって、はい、全然自分が作ったのより派手になっちゃったの。でもそれのおかげで、こうみんなに届いたわけだ。なるほどね。なんだけど、ちょっとなんか派手すぎちゃって、いわゆる自分の作った当初の地味な、どんな時もっぽくしたいなと思って作ったのがキャラメルバージョン。あ、そういうことなんですか。そうなの。より最初の形に近いっていうか。めちゃくちゃ近いね。で、だから面白いなと思うのは、一つ皆さんこれは学ぶんだよ。学んだんだよ、牧原が。はい、自分がいいと思ってるものだけがいいとは限らないのよ。なるほど。案外他人のフィルターを通して、いやもっとこうした方がいい、メガネと一緒よ。だから私はこのメガネかけたいなと思ってても、いやでも絶対にヨシコは丸の方が似合うってって言われてかけたそのメガネが案外やっぱ自分に似合ったりするもんなんですよ。なるほどね。そうだからどんな時もはね、いい意味でも僕にいろんなことを教えてくれます、未だに。あ、そう、いやこの曲も僕多分どんな時もがやっぱ最初ですかね。本当ですか。牧原さん、嬉しいな。はい、聞いた、どこで聞いたんですか、一番最初。いや、もうアメリカのケンタッキー州です。お、ケンタッキー州で聞いたのね。聞きましたね。すごいね。そうですね。なんか送ってもらったりした。送ってもらいましたね。これ おばさんに多分。そうだ、前言ってたよね。はい。もう茨城県に住んでるおばさんにですね。ちょっとそのおばさんのこと合わせて。どうしても。心からお礼を言いたい。いやー、本当にもうすごく聞いてましたね。いや、嬉しい。ありがとうございます。ケンタッキー、東北ケンタッキーの空で聞いてくれてたんだと思うと、この頃の牧原の隆起に言ってやりたいね。おう。本当に。そうですか。いやでも周りすごい多かったですよ。やっぱ本当に聞いてましたね。わあ、嬉しい。みんなで歌ってましたもん。どんな時もどんな時もって。本当ですか。僕らしくね。そうですよ。いつの時代もそう思うのかね、みんなね。もしかしてそういうまたこういろいろこう歩いてきて歩いてきてまたこうみんなの心に響く一曲あんのかね。ねえ。だといいな。じゃあこの牧原の歴史人気曲投票ランキング、ジッピーが選んだ1位の曲をいきましょうかね。牧原の歴史どんな時も。さあ、ヒッツマスターね、今日は通常バージョンとは違うヒッツマスターでお届けしております、ね。今日のジップ FM は牧原のりゆきデーということで、本当お邪魔してます。牧原のりゆきさんをお迎えしておりますけれども、前半戦はですね、マッキートップ10ということで、はい、このジッピーが選ぶ牧原のりゆきさんの好きな曲、超嬉しい。でも、ね、10位、紹介してきましたけれども、この後 CM 挟んでですね、後半戦に行きます、うん。後半はね、ニューアルバムの話とかいろいろと近況などをお聞きしたいと思います、はい。よろしくお願いします。この後もどうぞよろしくお願いします。時刻は4時21分です。おじやげんとのお届けしてるヒッツマスター、Oh yeah! Today is のりゆきマキャラ Day! Hi! Thanks for having me here! Oh yeah! So how are you? It's been a long time. 本当だね、いつも long time だね。ねえ、お久しぶりでございますけれども、改めてね、本当にどうぞよろしくお願いします。おしけんさんはいいね。いいっすか？なんか安心するね。本当です。いや、僕も本当お会いできて嬉しいですよ。てか、ZIP の皆さん、みんな、いいよね。あ、そう？なんか和むんだよね。和む。そう、みんなすごくフレンドリーにね、話しかけてくださって、本当にいい人多いです。本当にありがとうございます。本当にアーティストでということで今日は一日ね。本当にありがとうございます、ZIP の皆さんね。なんか本当に。来ていただいておりますけど。改めて。とんでもないですもん。あとZIP のあそこの待合室の、使いました。使った。マッサージ。あれ、マッサージや。毎回ZIP に来るのの、あれが楽しみです。あ、そう。なんか微妙にいつも違いますよね。そうそう、ちょっとリニューアルしてるんですけども。今回もいいよ。あ、そうですか。すごい今リフレッシュしたの。長時間もね、こう待ってね、あれの。あれ気持ちよかった。あ、そうですか。いや、もうね、なんか最近聞いたところだと、最近はバンバン服を買っているという。そうなんです。話を聞きましょう。これはですね、なんと、牧原ね、年甲斐もなく、今回のアルバムができるまでは洋服を買わないって決めてずっと買わなかったね。はい。戒律を決めないと、なんかサボっちゃいそうだったから。だからもうコツ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 泣きながらですね、曲を書きまして、もうできた瞬間なんですよ。行ってきます。
あの前ももうあのついついネットショッピングやっちゃうなんて話を毎日聞いたんですけども、ね、最近はどうですか。やっちゃいますよ。やっぱりクリックショッピングしますか。やりますやります。そうで、しかも、面白いことに前まではこうお洋服とか多かったんですけど、最近割と生活必需品が多くなってますね、例えばあのあと喉にとかやっぱり気をつけて、マスクとかですね、あとあの最近ね、マヌカハニーっていうのが流行ってて、僕らで。マヌカハニー、これは DJ の皆さん、ぜひ皆さん真似して、はいはい、マヌカハニーって喉にとってもいいんすよ。何、はい、ですか。殺菌力が強いの。へぇ、なんかね、お茶の木とかから取れる蜂蜜で、本当に殺菌力が高いんで、インフルエンザなんてとんだけだよ。あ、そう、うん、じゃあなんかちょっとこう、喉の調子悪いなんて時はいいかもしれないですね。結構みんながね、この間あの、FNS 歌謡祭とか、ああ、ありました、見てました、見てました、見てました。ありがとうございます。ね、EXILE、笑ったでしょ。1、2、3番目、目が増えたし。ごめんなさい、ごめんなさい。頑張ってましたよ、そうそうそう。恥ずかしかったんだけど、いや、楽しかったんだけど。みんなに聞いたら、うん、あ、結構マヌカで声出るようになりましたってことみたいな。そうですか、うん、ぜひ皆さん風邪にはマヌカだよね。ちょっとこれをじゃあ覚えて、そうそうそう、そういうのとかも買いまくり。あ、そう、うん、それもでもあのちゃんとこのアルバムができるまでは我慢しながら、うん、それは買ってた。あ、そう買ってたんですか、うん、やっぱ歌とか違うんだよ。あ、聞いて。そうか、今回ね、はいはい、僕ね、初めて十何年ぶりかに、うん、アルバムのレコーディング中に声が出なくなっちゃった。風邪ひいて、あれ久々に冷や汗かいたって。それで、はい、あのツイッターでね、うんうんうん、声が出ないよ、はいはいはい、助けてって、はいはいはい、あの僕ツイッターは叫びしか言わないことにしてるんで、はい、そしたらあのファンの子がですね、マヌカハニーがいいですよと教えてくれて、なんだそりゃと思いながら買ったら調子良くなりましたね。あ、すごいですか。おかげでアルバムできたんです、ねえ、そうなんですよ。アルバムが昨日リリースになっています、はい、そうだよ、Don't Over the Clover Field という、はい、アルバムですけれども、そうでございます。あの今ツイッターの話もちょっと出ましたが、うん、2曲目にあの Bird Stop Feeling Tonight という曲も入ってまして、これ僕ちょっと聞いた時に、うん、あ、なんかそう、すごくそうだなっていう納得することがすごく今回のアルバム多くて、うんうんうん、なんかみんな繋がりたい繋がりたいと思いながら、うん、それは本当に繋がってるのかなっていうことをこう思うよね。思ったりするんですよね。なんか本来さ、絆ってさ、はい、切っても切れないようなことを言うのさ、牛とか馬とかね、逃げちゃうような生き物を逃げないようにくくりつけておくようなもんなのさ、絆ってね、うんうん、だからそれをこうつながっているっていうふうに確認するっていうのもなんだか変な話だなと思うし、何より本当歌詞にも書いてあるけど、はい、回線だけ繋がってりゃいいのかよみたいなさ、ね、ちょっとそんなことも思ったりして、はいはい、だから僕最近ツイッターを減らしてるんですよ。ほう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 。でその方がまったり、うん、そのみんなと繋がれてるような気がするのよ、うん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 、であとなんか最近さ、はい、大事なことさ、うん、案外そういうメールとかで言っちゃう子いない？言っちゃうパターン多いですね。お、やめろって思うんだよ、うん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 、なんか会社辞めますとかメールで送るなみたいな。そうね。そうなんだよ。もう面と向かわずなんかスッとこう、それまで、あれ何だったんだろうと思うこともあるじゃん。ありますよ。だからさ、例えば、ああ、悪いことしちゃったなとか、そういうことはあんまりメールとかで言わないで、うん、面と向かって、ごめんねって言うとさ、そこで初めてさ、なんかまたね、そう、はい、何かあった時の目に見えないつながりができるわけだ、うんうんうん、なのにみんなわざとそのなんかつながりの糸をね、はい、プチプチ切ってるように見えるんだよね。それすごいなんかわかりますね。あるよね。そうだよ、匿名なんかね、当てにしちゃダメなんだよ、こっちとら名前名前出して売ってんだよみたいな。そう、逃げもかけるもしねえぞ。そうだぞ、負けるのりがここにいるぞみたいな。でもそういう、なんかでもガチで生きるみたいなところはちょっと今回ねテーマとしてあったね。あと前からもすごく感じることなんですけども、うん、マッキーの曲はこうどこかで誰かが見てくれているよっていうことを教えてくれるっていうか、うんうん、そうね、でなんかちょっとへこんでる人だったりしても、うんうん、何か頑張ってもなんで結果が出ないんだって、うんうん、すごいあがいてる人も、うんうん、なんかすごく寄り添ってくれるっていうか。そうそうそう、何を隠そう僕もそういう人間だから、うんうん、そういう例えば名前をねお互いに言い合ってなくても、うんはい、なんか僕の歌を聴いてくれた時に、うん、なんか歌はね、うん、絶対にあなたのそば離れないように作ってある、うん、はいはいはい、うん、途中でね、うん、バイバイって行くような歌ではないのはね、うんはい、そこはねすごくいつも
気をつけて作ってるね。そうですね。うん、11曲収録されているアルバムが昨日、はい、初回はね、あ、初回がね、そう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 、リリースになって、うんうん、おります、おりますよ、で2月から全国43公演のツアー、うん、そう、そう、43公演いや、やべえ、すごいねこれ楽しみだ ね、 ね、来てください、遊びに、もちろん来ますよ、うん、ぜひぜひ、このあたり3月21日木曜日に三重県文化会館大ホール、うん、そして、はい、4月24日水曜日に名古屋国際会議場センチュリーホール、センチュリーホールですセンチュリーホールわかんない、そうセンチュリーって叫びたくなるんだよ、ね、あ、なる、センチュリーホール、言葉の響きが、なんか今あのバイトが待ってる、君が待ってるみたいな感じになりましたあれねあれいいとこ入ってますね、またアルバムの中で、いや、あれね、多分ね、はい、槇原敬之の2012年の一番のね、スマッシュヒットの、はい、居酒屋の女の子たちがそれについて話してるの聞いたって言って、はい、うちの会社の女の子がね、はい、興奮して翌日教えてくれたんですよ、あ、そう、自分がね、早々シングル出したってね、はい、そんな話題になんないのよでもね、うん、今度のなんかあのタウンバックの曲、うん、1分バージョンできたんだってとかって話してるんだって、うんうん、あ、そう、奇跡だよね、でもこれすごい面白い、またこれいい曲入ってますけども、いやいや本当に、ね、ぜひ皆さんもアルバム手に取って、そしてね、ライブの方にも、はい、来てね、本当に、名古屋のお客さん最高なんですよ、おう、ち、うちのね、うん、名古屋のお客さんすごいよ、うん、本当に多分スタッフの間の中で1位2位を争う良いお客さんなの、はい、おお、そうですか、そう、だからぜひ皆さん、はい、じいちゃんばあちゃんも、うん、ね、お子様も誘ってきて、はい、うん、3月21日に、三重県の文化会館大ホール、そして4月24日水曜日に名古屋国際会議場、うん、センチュリーホール、センチュリーホールありますんで、そうそうそう、いただきたいと思います、ありがとう、いやもう本当にこの時間、うん、もう30分があっという間だったね、あっという間ですね、本当にね、おつけんさんとなんて年に30分ぐらいしかないよ ね、 ね、これ ね、 ね、今度ゆっくりぜひぜひ、はい、ね、飯でも行きましょう、よろしくお願いします、ね、本当に、この後はね、またあのラシックの方に登場いたしますので、みんな来て、ね、今日も夕暮れまた綺麗ですからね、いい夕暮れじゃん、ね、うん、じゃあ今度はまたラシックの方で、うん、はい、はい、またこの後ね、よろしくお願いします、よろしくお願いします、では1曲いきたいと思います、うん、曲紹介の方よろしくお願いします、はい、それでは四つ葉のクローバー聴いてください。